住宅、アパート、マンションなどの建築をお考えの皆様へ、沖縄県からのご案内です。沖縄県では、住宅などの建築を行う際、不発弾探査費用を原則 100% 補助する住宅等開発磁気探査支援事業を行っています。先の大戦で激しい戦闘が行われた沖縄県には、今もなお多くの不発弾が地中に残されたままとなっています。県内における不発弾の発見件数は、年間500件以上、特に中南部で多く発見されています。不発弾は県内のどこかでほぼ毎日発見されていることになります。不発弾は少しの衝撃で爆発する可能性のある危険なものです。実際に昭和49年には那覇市小禄の幼稚園そばで不発弾爆発事故が起こり、死傷者、家屋全壊などの被害が出ました。また、平成21年にも糸満市で工事中のショベルカーが不発弾に接触し爆発、作業員等2名の重軽傷者を出した不発弾爆発事故が発生しました。民間工事の不発弾探査は接種の任意によることから、磁気探査を実施せず工事に着手することは大変危険です。住宅などの建築現場などからも多くの不発弾が見つかっています。住宅の建築現場で、アパートの建築現場で、ホテルの建築現場で、この250キロ爆弾は不発弾探査を行わなかった建て替え工事の現場から実際に見つかった不発弾です。建て替え工事だからといって不発弾探査を行わず工事を進めることは危険です。一方で不発弾探査に要する費用が発生します。そこで沖縄県では民間の工事に対する磁気探査にかかる費用を支援する取り組みがあります。その取り組みは平成24年度からスタートした住宅等開発磁気探査支援事業です。積極的に支援事業を活用し、不発弾による事故を回避する必要があります。ここからは住宅等開発磁気探査支援事業についてご説明します。はじめに申請要件について説明します。1、土地の対象は住宅の新築建て替えや学校、福祉施設、病院、事業所、工場、ホテル等の予定地及び土地造成予定地となります。2、土地面積による制限はありません。3、お申し込みは建築予定地の市町村窓口で申請予定表を提出してください。申請予定表の提出時点ではまだ申請は受理されていません。4、お申し込みから不発弾探査実施までの期間は規模によって異なりますが、申請が受理されてから
約2週間が目安となります。5、不発弾探査にかかる費用は原則申請者の負担はありません。6、業者の選定と契約は申請者が不発弾探査を行う業者と直接していただきます。次に申請手続きです。申請予定表を建築予定地の市町村窓口に提出していただくと、後日県の担当者が必要書類について連絡します。県の担当者、建築業者、不発弾探査業者と相談の上、必要書類をご用意いただき、県に申請書類を提出してください。県が補助金の交付決定を行います。交付決定まで不発弾探査を行いませんのでご注意ください。交付決定後に申請者と不発弾探査を行う業者が契約し、工事に着手します。磁気探査完了後、磁気探査費用を全額補助します。事業の詳細は沖縄県住宅等開発磁気探査費補助金交付要項をご確認ください。また磁気探査業者は県が策定した入札参加資格者名簿の登録者の中からご選定ください。詳細は掲載アドレスより県のホームページへ直接アクセスしていただくか、検索サイトにて沖縄県不発弾探査で検索をお願いします。不発弾探査の事前調査をせずに工事を開始することは大変危険です。不発弾探査を行うことは工事の安全だけでなく、周辺に暮らす方々の安全安心にもつながります。まずは県防災危機管理課へお問い合わせください。沖縄県からのお知らせでした。